相場品なんかも買って備え付けるじゃん。そうするとこれまあいかにも二人の将来っていうのが約束されてるもん。だからこうそういうのかなと言ったら絶対に別れられない二人は。いや桃井ちゃんと何とかっていうのを考えてみてもいいんだろう。とにかく二人は別れられないはずだ。ところが別れるだになると簡単に別れるね。事実だ実物としては簡単に別れるじゃない。だからね結局はねそうしてみると盛大な結婚式もいわゆるあれだ祝福を受ける友人や親戚からも祝福を受ける、それから婚姻届も出す、それからうちも買い、それから調度品も揃えるという、そういうようなことはね全く約束事でしかないんだってことだ。実物とは関係ないんだ。で約束事をいかに大げさにやっても所詮約束事でしかない。で決して実物にはならないんだってことね。ところが野蛮人に限ってね約束その権威ぶったね儀式が好きなんだまあ儀式 の権威ですね、それに暗示かけられやすいからだ野蛮人はね。ところが今の我々ちょっと頭進んでからねそういうの簡単に破れるってことはよくわかるじゃん。そういうね風にその約束事はダメだ。これは二人は愛し合ってるっていうねこの愛ってやつがまた問題だ私は彼が本当に愛してます、彼は彼女を本当に愛してるって言いながらね何ね俺の描いた彼っていうものに対して私の描いた幻影を愛してんだね。彼っていうのは優しくって頼もしくってっていうかそういうのをその自分の心の中に描いてそしてその幻影を愛してた。彼の方もそうなの。彼女は美しくて優しくって言ってねそんなことを幻影を愛して幻影同士の結婚だ。そうすると実物は違ってたそれでだから別れなくちゃなんなくなる。そうするとまた性格の相違とか愛の冷却とかそういうまたよそごとの言葉を使って別れる。それに対してね子供がもし別れる以前に生まれちゃうと話がもっと厄介だね。子はかすがいっていうねそれでもうまあ子供はできたんだからしょうがないやって言ってねその、お互いその離婚したいんだけどただ一緒にいるっていう夫婦もたくさんいるわけだ。あるいは離婚すりゃね子供にまたその歪みが響いちゃう。そういう点ねその結局は思いは幻影行為は現実結果は化けて出る。それでね結局の話今の話で私が結論したいのは生命の実物を見失うのは結局はその幻影と約束事なんだね。で要するに思いによってその幻影を描き出すでしょ。そして言葉によってこれを実在化しそしてねあたかも幸福とか不幸とか金持ちとか貧乏とか偉いとか偉くないとかねエリートか落ちこぼれとかって言ってそういうものがあたかもあるかのように思ったり、いや悟りや迷いやって言うんだってそうだ。悟りも迷いも要するにそういう言葉であるかのごとく思った。そして
それで間違うんだね。実物はそういう言葉で固定されないもんなんだ。刻々なんだ。それでね、しかもね、その今その我々幻影を言葉で実在化するって言ったけれどね、早い話、この前もどなたかが言ったけれど、芸術ってのもそうじゃないですかっていう人がいたけど、確かに芸術がそうだ。幻影を言葉で実在化してですね、そしてそこにそれを土台に創作をし創造をしね、構築する、それが学問であり芸術であり文化というもんなんだ今。いや私はね、決してそういう学問とか芸術とか文化というものを否定するものじゃない、決して否定するんじゃない、ただそういう学問や芸術やその文化というものがね、生存的地盤で見られているか、それを生命的地盤で見るか、そこをもう一つ言いたいわけ。例えばですね、我々、幸福っていうもの、幻影を描くじゃない。そうすると、その幸福について、いわゆる快適、それから便利、豪奢、美的っていうようなね、そういう属性がこう考えられてくるね。で、そういう、どうあったら美的であるか、どうあったらリラックスに見えるかね、どうあったら快適であるか、どうあったら便利であるか、そこでもってあれじゃない、みんな松下さんの会社なんかはそういうので苦心して、一歩でもその便利なもの、一歩でも豪華に見え、その快適に、なものっていうのを工夫してるわけだ。そしてそういう点でいわゆる生活品も住居も芸術社会いわゆる文化財ね、みんな作り出していくわけ。いやこれ何も今に限ったことじゃない。昔の場合は極楽っていうのを考えたんだね。そうするとね、極楽っていうのはどういう風景なもんだって言って、そしてそういう幻影を描くことによって極楽っちゅうことを固定化して、そしてそれを極楽浄土のような建物を建てるっていうんで、私宇治に住んでるけど、宇治の平等院なんてそうでね、いかにもその鳳凰堂っていうね、極楽へ行ったみたいな気分のところだもん。楼閣がこう立ってて、そして仏殿がバカに綺麗でね、そして前に池があって、それで鳳凰堂に中入ってみると阿弥陀さんがパーッとこうああいう建物をね建てるわけだ。そしてまあ奈良や京都のその今文化財っていうものはみんなそういうその昔のね人の宗教的こう幸福っていうのを描きながら、ああいう建物や彫刻やなんか作り出してるわけだから、それももちろん結構だ。しかしながらだ、その私のような頭のひねくれたやつから言わせると、そういう文化財を作っている、文化財と無縁な貧乏人たちもいるはずだってことだね。そして事実そういう文化財を作り出すために借り出されたたくさんの妊婦たちっていうのね、これが必ずしもね、そういう極楽と関係があったんだろうかっていうことね。
むしろ単なる労働力としてこき使われただけなんじゃないか。そうするとね、その文化財産に残しゃいっちゅうもんでもなさそうな気がしてくるね。それから例えばね、沢木老師はよく言ったけど、もう寺を建てるなんて、寺なんてものは罪の塊だってよく言ったね。あの沢木老師はまあ極端に言う人だね。法隆寺とか東大寺とかって、あんな建物建てて誰が修行してるんだ、みんな弟子たち金儲けすぎて堕落するだけじゃないか、あんなものは燃えてもいいんだ、そう言ったら法隆寺燃えた。そしたら沢木老師がちょっとあの俺の言ったことが的中しすぎてちょっと困る言ってたけどね。でも本当だ。でその点、あの沢木老師は寺なんていうのは罪の塊だって言うけど、寺一つ建てるのにね、それこそね、どれほどあの罪を重ねることか。いや、私はまあ盆山の世界あんまり知らないから、その内部をまざまだとね知らないけど、沢木老師なんかそのあれを内部をよく知ってる人だから、まざまだと知ってるわけだよね。でまあ私も沢木老師を通してちょっと聞かされてる程度だ。まあだからあんまり言わない。あんまり言うとしかしね、とにかくそのああいう大構築を作ると権力者が持つってことね。その権力をまた取り合いすることが始まるわけだ。そうするとね、まあなんていうんだ、物の目と蘇我とっていうのね、あれなんかでもこの権力の取り合いで、そしての寺建てその寺を誰が取るかっていうような話なんだ結局は。そうするとね、敗れた人たちはこれやっぱり極楽と関係ないじゃない。そしてだ、このそれだけの権力を極楽をだね、極楽っていう構築物を俺のものにしようっていうんで争って取り損なったやつね、蹴落とされたやつって、これはやっぱり極楽と関係ないと思うね。ほいじゃあそれを最後まで権力闘争で押し切って俺のものにしたやつはどうかっていうのね。押すと俺はそういう最後の極楽を手にした、極楽の構築物を手にした人間も死んでくんだから、ちょっとおかしくなるね。死んでくとその構築物だけが残ってるって。いや、藤原の道長っていうの人なんか、阿弥陀さんのこうああやってこうやってる、そこからこう糸を引いてね、そしてそのね、死ぬ時その糸を持って死んだって言うけどね、それで極楽行くとはちょっと思えないね。地獄が起こってんじゃねえかと。それでね、結局の話、そういう大構築も手に入れても自分は死んでくる、何から何まで裸になって死んでくんだ。いわゆる国王も大臣もね、あらゆる権力者も死ぬ時は全く真っ裸でそれで死んでくんだ。いや、葬式の時ね、私もあれの葬式見たことあるけど、特急の葬式っていうとあれなんですね、火葬場でも宮様の東京人の話だけどね、宮様の火葬と一緒の火葬場菊の門がついてるようなところにいらがる。それで祭壇が普通は5段なのに7段、それからこう寝るのが羽舞台の
式部、それに歯舞台の強化旅だそういうんで、あれするって言って、これは特急の葬式だって言って言うけど、それでもね、やっぱり裸になってバーンって言ってゴーッって燃えて、はい、上がりましたって言ってそれでこれ特急の葬式したからやっぱり骨が違うとそんなバカなことはないもん、やっぱり同じ肺だ。だからそういう観点からちょっとこう見直してみると、そういう大組織大権力を得ても同じだってことをね、分かる。いや時々ね、新聞にこういう話出てくるじゃない、あの爪に火を灯すようにね、ケチケチして貧しい生活をね、してた孤独老人がね、死んだ。それで 何日か何十日か経って初めて発見されて、そしてそれをこう調べてみたら、あの何百万円という金をね、タンスの裏側に放り込んだったっていうような話が出てるじゃない、時々。これ定期的に出るあんまり毎しょっちゅうあるんだと思う。しょっちゅうあるんだとニュースバリューがないそれでまあ時々こう出すわけだね。俺定期的に出てるとこ見るとあれしょっちゅうあるんだと思う。これもおかしな話でしょ。押すとね、やっぱり大権力を握ったってやつね、それでも裸で死んでいくってやつと、今の爪を引いて飛ばすような孤独老人とどこが違う。結局の話、ただあれだね、置いて俺だけ死んでいくのにね、それをこうその一生懸命それのために生きてたっていう、これはおかしいと思うんだね。例えば金持ちになって美術家、金持ちってやつはあの、まあ皆さんなんか金持ちいないだろう金持ちってやつね、あれ金の使い方知らねえんだわ。その本当に金使いたかったら私にくれればうまく使っちゃうそれね、美術館を建てたとか、あるいはあのお茶室、高層なこう邸宅の中にお茶室を建てたとかね、くだらないことばっかりしてる、骨董品集めたり。それで結局の話、死んでいくっていうのは、金残してそしての死んでった老人とどこが違うんだっていうことね。これよくね、あのこれがあの常識になってないのは不思議だね私はそう思う。で、いや子供に残してあるって、子供が相続するんだからさ、結局の話は相続争いってね、取り合いして喧嘩するだけだ。それでどうするかって、またそのバカ息子は潰すだけだ。それでこれまあね、金残すってやつ本当にバカな話だと思う。でその点も死んでいくっていう地盤からいつでも見渡していないと、生命地盤で考えていないと、そのいわゆる価値ですね、本当の価値が何かっていうのを見失うんだわ。この今大切なのはね、価値観の話をしてるんですよ。生存地盤で考える価値と生命地盤で考える価値とっていうのは違わなきゃなんないってことだ。いやこの前あれしたら、住みて安らいっていうの、私が本書いた時に そのあれしたある大学の先生がそう言ってたね。このいかにもね、戦争は悪だ悪だって言うけれど、実はね、戦争の度ごとに科学技術は伸びる、進歩する。だからそうね、その戦争をその悪い、一概に悪いっていうのはおかしいっていう、ね、そういうその批評した人がいたね。
これもおかしいでしょ。この要するにね、我々科学技術っていうのが進歩するっていうことをもう価値と決め込んでいるから戦争も悪くないっていう判断が出る。しかしながらね、戦争をするために生きてんじゃないんだから、我々ね、人生を豊かにするために生きてる。この人生を豊かにするために生きてるっていうことを忘れちゃって、いかにも科学技術を進歩させればね、戦争してもいいっていうような、そういう考え方するのはおかしいと私は思う。要するに俺の生命を殺すために科学技術を進歩させるっていうんだったら、これ全く主客が転倒してない、本末転倒してんだ。で、その点ね、私はね、決して学問も芸術も科学技術文明もな含めて決して否定するもんじゃない、否定する気はない。しかしながらね、死を切り捨てた生存地盤だけから考えていれば、俺は金を貯め込んで、そしてその爪を火に灯すようにして金を貯め込んだだけで死んだ孤独老人のおかしさと同じおかしさがある。で、そうでない死っていうことを、自分は死んでいくんだっていう、そういうのを計算に入れたとこから、それで生命っていう地盤、私の人生っていう地盤からいつでも見直していないと話が違ってくるっていう、それを言いたいんだ。今の時代あんまりにもね、生存ボケしてんだ。で、生存のためにこうだから国と国が戦争もするんだ。こうして生存のために国と国が戦争をして、そして全てが破壊されて、そして人間そのものも死ぬって言うんだから、これ申し分のないバカな話じゃない。これそれは生存的価値観でその猪突したからだ。猪突っていうのはね、イノシシがね、そのタッとね、そのまっすぐ突っ走るようなあのことを猪突っていうね。で、結局ね、今私の話はいつも言うように、その私ってやつはあのあれですね、規模が雄大なんだな。いつでもあの地球上の次の時代を切り開くっていう、人類歴史を俺が切り開くっていう、そういうつもりで喋ってんだからね。で、そういうためにはおのおの死を持つ自己の人生、そういう地盤から見直して、そういう価値観で今の文明も文化も見直していなきゃ間違う、話は間違うってこと、それが言いたいんだ。いや、私はね、知らない人もいるだろうけど、知る人は知ってるだろう。私は折り紙の名人、名人っていうんじゃない、折り紙の神様。名人、私のこと折り紙の名人って言うと返事しねえんだ。あとは折り紙の神様、うん、そう。それほど、あの折り紙の神様。ところが折り紙が芸術であるかどうか、これはまあ問題のあと。だけどもし折り紙が芸術だとしたらだ、私は芸術家だ。ところがね、この私が折り紙楽しんでるのはね、私はもうあれだもんね、その最近の折り紙ブームに乗って折り紙を始めた人間じゃない。そうじゃない。私はあのおばあさんが折り紙が好きで、折り紙創作が好きで、親父がまた折り紙創作が好きで、まあ3代目で、
そして私が折り紙折り始めてからちょっと60何年かかってんだからね、これちょっと奥行きがある。そして今の折り紙ブームが始まったのも、その昭和30年に本を出し、37年に本を出し、そういう私の折り紙の本を見て始めた人が今の折り紙やからね。だからちょっとその私の折り紙歴っていうのはその辺の折り紙やんと桁が違う。ところがね、私はそういう意味で、ただ私の折り紙が楽しいから折ってる。ところがこの頃はね、折り紙ブームになってきたでしょ。そうすると折り紙がちょっと、本を出した、展覧会やったって言ってね、言うと、まあ、テレビだとか、なんだ、新聞だとかって言ってね、もう出てくると。そうすると、そういう、で、有名になろうっていうね、そういう折り紙案が多すぎるんだね。私はね、折り紙で有名になるっていうの、これ、ちょっとささやかすぎないかと思う。そういう、折り紙のために妙利を争うっていうね、それだから今それで結局その俺が折り紙で有名になりたいがために人の折り紙、人の考えた折り紙を自分の考えた折り紙としてその、本に書いて出してるんですよ。私の考えた作品なんて たくさんあるんだ。そういうのが人に取られてるのかね。まあそんな、まあしかしながら私は、私が折り紙考えてるのはその私が考えて、そしてみんなが楽しめるとしたら、そういうみんなが楽しめる作品をねの一つでも作りたいっていうのが私の願いで始めてんだから。だからまあ人が真似するっていうんだったら大いに結構だ。まあそんなつもりで愛してるけどね。そうすると絶対それを許さない人もいるわけだ。で、折り紙の作品なぜ撮ったって言って、また訴えるぞって言って、そういうね、折り紙のための訴訟を起こそうってやつも出てくるってね。そういう時代になっちゃったんで、甚だね、折り紙は楽しくなくなったんだね。これも、そうだ。折り紙を生存社会の妙利のためにやるか。あるいは私っていう実物が、私一人が楽しむか、そこでやっぱり話違う。それからね、前に、これもまあ十何年ぐらい前の話だけど、安泰寺にいたけど、この話は私が生命の実物っていう本にも書いてるけどね、40年配のね、女の人が来たんだね。泣き顔をしてる。なぜかって言ったらね、私は子供の頃からその絵が好きだった。それで、二十歳前後の時に、上京して、そして、親から学士もらってですね、上京して、絵描き修行を始めたわけだ。そうしたところは、その頃、描いた絵はどれもこれも入選して、そして賞までもらったっていう。ところがそれから戦争になっちゃって、そしてね親から送ってくるお金がなくなったもんで国に帰ったんですね。そして戦争中、まあ親のそばにいて、戦後愛したら親のあれが農地解放で財産すべてなくなっちゃったわけです。それでしょうがない、まあお父さんお母さんのそばでずっと、まあ、家事手伝いをやってたっていう。ところがもうどうしてももう一つその絵描いて、そして有名になりたいっていう気があってですね、それでまた上京したっていう。そして今度アルバイトしながら絵描いてた。ところが今度は描く作品はいつでも落選で、
小どころじゃない落選ばっかり。そうして私はもうアルバイトで疲れ果てて、そして本当にね、私は不幸ですって、この戦争のために中途半端でその家に帰った。そしてその間に親の財産もなくなった、だから本当に私は不幸ですって言ってね、泣いてんだね。でね、結局その話聞いて私そう言ったのね、あなたはね、絵が好きで描くんじゃないのか、絵が好きで描くのにね、絵をその売り物にして入選して俺が有名になろう、それだけ余計だって。でこの私だって折り紙折ってんの、決してね、その俺が有名になりたいために折ってんじゃない、ただその折り紙折るのが楽しいから折ってんだ。あなたもそういうつもりにね、自分が楽しいから絵を描くんだ、それが本当の芸術じゃないですかって私そう言ったんだね。ところがね、今その絵描きさんなんかでも、絵描き画商の人はこの前も来て話聞いてみると、絵描きってやつもこれ絵ってやつは値段がないからね、いいか悪いかはこれ分からないもんね、素人に。そうするとその結局その何ていうか政治力っていうか、それでもってね、こう自分を競り上げて、そしていい値段つけるっていう、そういう政治力っていうか、なんかそっちの方が絵描きさんでもそっちの方が大切らしいね。どうもこれね、やっぱり芸術っていうんでも、趣味とか芸術っていうんでも、生存地盤で見ている、そして自己の生命の実物として、俺は絵が好きだから、俺は絵がその本当に楽しいんだからっていうんで描く絵描きさんっていうのがあんまり数いないんじゃないかと思う。これやっぱりね、この生存地盤で価値観を考えるか、生命地盤で価値を考えるか、そこはやっぱり違う。じゃあこの大垣にね、私まあ安泰寺を隠居してしばらく大垣に2年間いたんだ。大垣にいる間にね、近所にお茶とお花の先生がいた。でこれなかなか美的感覚がいいと思う。それでまあお付き合いしてたわけだけど、その先生のお父さんがまだ生きてて80過ぎだっていう。でまあ私も隠居したの。それでそのお父さんも隠居してんだから、まあ隠居の仲間だから、お父さんも一緒に遊びにいらっしゃいって言ったんだね。そしたらある時その先生とお父さんと一緒に来た。それでお父さん初めのうちはちょっと固くかしこまってたんだけどね、ちょっと打ち解けてきたら、まああれですね、自分が若い頃にしてきた話を始めたわけだ。そしたら娘さんのその先生ね、それをね、お父さんをこうきつくたしなめてねそして早々にして帰っていっちゃったんだね。ほんでね、私その次に会った時に、なぜあなたはそのお父さんをたしなめて、そして帰っていっちゃったの、私そういう老人の体験談っていうのを聞くの好きなんだから、もうちょっと聞かせてもらおうと思ってたのつって文句言ったんだ。そしたらその先生の曰く、私の父はこの頃老亡しています、私はね自分の父としてもっと毅然とした態度であってほしいと思いますって、こう言うんだね。それでね、私そう言ったのね、あなたはね、その
生存的綺麗事をもって美としていないから。で、その、いや、女の人っていうのは非常に美的感覚が優れてる人多いと。それで、それだけに芸術的だ。だけどね、その美を考えるのに、単なる綺麗事。で、醜そうなことはこうね、蓋するっていう、そういう、目を覆うっていうかね、蓋をするっていう、そういう風だと、そうするとね、今度人間的欠陥になっちゃうぞっていうこと。だから、早話が、外面自菩薩だね、外の、あれが菩薩に似て、内面女夜叉っていう人も出てくるわけだ、女の人の中にはね。ほら、綺麗事が好きすぎて、そして、その汚いやつはパッと廃棄物にするから、そうするとね、これはちょっと問題だと思う。それでお父さんが毅然とした態度でいられるのもね、若い頃だけの話だ。で、年取ったら年取ったなりに、それなりにね、衰えも、その鈍さも、のそれから汚らしさも出てくるんですよ。私なんかでもこの頃鼻がうっかりすると鼻が出てくるもんね。こんなはずじゃないのに、あのやっぱり俺年取ったんだなって思うけれど、それをね、今そのあれの、うっかりすると生存的社交的綺麗事、その水準で見る。そうするとですね、衰えや醜さ、鈍さっていう、醜さっていうのものは切り捨てようとするわけですよ。しかしながら、そういう、その、あなたの思惑をね、お父さんに押し付けていいもんだとは、私は思わないってこと、この前そう言ったんだ。で、それこそね、本当の美的感覚、美的センスのあるということは、そういう美醜をひっくるめた、その美醜をひっくるめた人生の深さっていうものね、それを嗅ぎ当てるところにこそね、本当の美的センスがなくちゃなんないと思うっていう話したんだね。だからその点、まあ文化でも芸術でも、この、まあ、学問でも科学技術文明でも、すべてね、生存的価値観で見ている、今の人たちはね。そうじゃない、生命的地盤で見ると、その話が全く変わってくるっていうことを知らなきゃならない。でね、そうじゃないと、今のように何でも生存生存って言うとね、豊かな生活、貧しい人生、それだけなんですよ。早い話がね、生活だけは、ま、あの豊かになるかもしれない、結局の総決算の自己の人生としては貧しさだけだもん。これがくだらないと思う。で、私が言いたいのはね、豊かな人生っていうのはまず、これが最高価値だ。それで、貧しい生活っていうけどね、これ、いや、今私の生活っていうのはね、まあ貧しいって、や貧しいね。その、どうせ金取るために働いたことないんだから、固定収入はないんだし、そうすりゃ貧しいに決まってんだ。だけどこれ戦争中と違ってね、おこぼれがあるね。戦争中はあれ、とにかく食うものがなかったんだから、これは本当に貧しい生活だ、文字通りね。でも今の場合、なんとなしにこうじっとしてると、あのまあ金くれる人もありゃ、物をくれる人もありゃ、でまああのなんとなしにこう回ってっちゃうじゃない。私なんてのはもう生活っていうのね、初めから
生活のために誰が働くかっていうのが私の、根本モットーですからね。それで生活なんていうのはキャンプ生活でいいんだ。キャンプ生活っていうのはとにかくその日が寝られりゃいいんだからね。で私の場合全く生活ごまかしで通って、その昨日もイタリア人たちが5人来たのかな。それで喋ったけど、私が生活ごまかしでいいって言って、それを弔いとっても、あれ通訳するのにそうごまかすっていうのがそのなかなかわからなかったね。よく調べといてくれないと困る。とにかくね、そうね、これ私は全てごまかしで生きてんだ、うん、男だ、なんとなし、いや本気になって取り組む価値のないことばっかりだもん。そういう意味でね、ごまかしてる。まあこれ坊主って言ったって、坊主本気になって坊主やったわけじゃないもん。なんとなしにこのごまかしながら坊主してきてるわけだもんね。ほいで、いやもうこれ生活もそうなら、あ、いや学校がそうだったね。学校がなんとなしにその、カンニングの付け届けと裏口入学だけで通ったしさ、それから生活がごまかしだし、それから坊主になってもごまかしだし、これみんなごまかしだ。というのはね、片方に俺のやりたい誓願があるから、誓願って私は次の時代を切り開くってね、次の本当の人類時代を切り開くんだ、今のようなこの歴史以前のね野蛮時代、こういうの、のから本当の人類 の本当の歴史時代を切り開くっていう、それがもう子供って学生中学の 4,5 年の時代からこう三千と輝いてるからね。それだからあとはみんなごまかしだ。争う価値はない。戦争までごまかしだったね。戦争中、あ、そうだ、昨日の話、戦争中どうするかっていう。戦争って逃げ回って、それでとにかく生き残った。これ戦争反対って言ってやったら、それだけでもってね、絶対的罰を食いますよ。あんな時そんなね、戦争なんていうのは反対する価値はない。いや何しろ見え回りんだ。だって戦争反対、それからなんだかんだって言って反対したら、それで一生使わなきゃんだ。そういうバカなことはしない。なんとなしにごまかしな。それで俺のやりたい誓願だけって。それでだからね、今この人生科学本を書き、今これ人生科学講義っていうのをやってるの、これはようやっとこの次の時代を切り開くための第一声なんだ。だからあなた歴史的なその講座に弟子してるんだっていう、そのよくそのあなたの一生の一番最高の時だ。寝てる話やね。寝ぼけた話で聞いてちゃダメだ。でね、とにかく私の場合何からそういう話になったかっていうとにかく私の生活、そうね、豊かな生活とは言えないかもしれない。しかしながらその貧しい豊かっていうの、それを飛び越えてるのが本当の豊かっていうんですよ。豊かっていうのにね、比較して、そして私は貧しいっていうね、あれよりは貧しいっていうの、まあ人の大概の人たち言うの、世間並みの生活がしたいっていうんでしょ、バカなやつだ。そんな世間並みっていうのはそんなことない。自分が満足してりゃそれでいいんだ。いや私なんかテレビもない、そのあれだね、
電話もないで、今時電話がないって言うと倦怠な顔しちゃうね。バカにしてあんなうるさいあのもう誰が弾くかと思ってね。でとにかくね、ところがみんな考えてるのはいくらなければ貧乏とこう思ってるんだ。でいくらあれば金持ちとこう思ってるけど、そんなねものは決まっていないんだ。でそういう金持ち貧乏があると思ってるのが大違い。実物には金持ち貧乏ないんだから。要するにその世間的約束事として金持ちだ貧乏だって比較していってる。今生命の実物っていう点から言ったら金持ち貧乏ない、今日食えたっていうのは豊かなもんだと思ってればいいんだよ。私なんかは豊かなもんだと思ってる。でその点ね、あの今の人たちはあのあれだね、生存ボケしてんですよ、みんな。あのこの前もずあの漫画描いたかと思うけれど、要するに本来は絶対的にこう生命の実物としてはね、あの絶対的に私とあなたとつながらないわけですね。その沢木老師が兵の一発貸し借りできないって言ったけどね、そりゃそうだ。あのちょっと恐れ入りますが、もう毎度ご覧になりますが、兵を一発拝借させていただきます。この金あの利息はつけますからって言ったってね、パッていうのにプップップって利息つけたって言ったって借りられない。俺自分の部は自分でやらなきゃ。ところがこれが本当です。ところがね、あのあれだね、今言ったようにまず生存の話が始まるのは言葉で、我々一応通じ合ってるような言葉がある。そしてその言葉を媒介としてここに一つのやり取り貸し借りの世界が開けるわけです。結局はね、そしてやり取り貸し借りの世界をが開けてくると世間相場っていうのが出てくる。そして今度はこういうあれですね、世間でこれが金持ち金、これは貧乏って言って、金持ち貧乏って言うとだね、本当はあれなんですよ、こういう頭、我々の頭で展開したこれ約束事の世界ですよ。それを今度この俺がですね、この舞台の中に飛び込んじゃって、そして金持ちがいい、その貧乏は嫌って言って、それで追ったり逃げたりする世界ができるわけ。そしてこの場合にこれから先は切り捨てだ、結局ね。これ電車じゃない。でそしてあの結局はね、だから社会の一員としてだけ、だからそれが1歳分の1だ、社会の一員としてだけ生きている。俺が俺で生きてることはなくなっちゃう。これを沢木老師はグループボケですよね。私は生存ボケって言うんです。それでそのね、ところが困ったことに、今の時代はこのグループボケ、生存ボケの悪いところだけがね、悪いところの全てがね、あの学校教育で圧縮結晶されてるように私には思える。
これはこれ問題だと思う。次の時代を作るべき、その次の時代を担うね、若い青少年の世代に、その教育がですね、全く生命っていうことは見失われてんだから、そこで問題だと思うんだ。はい、話が、今の学校教育っていうのはただ生存世界の知識の詰め込みだけでしょ。それで親たちはそういう生存社会でなんとか生存競争で勝たせたいと思うから、これで勉強しろ勉強しろって言うんだね。この勉強しろ勉強しろっていう言葉がまたおかしいもん。これ、ね、あの畑作ってる人がね、ナスビに向かってね、ナスビの木にこのナスビなれなれって、それでナスビにはなるんだったら話簡単だよ。ナスビそんなことでね、ナスビなれなれって言って何もしなくていいからナスビなれないって言ったってダメだ。これやっぱりその大切なのは生命力です。それでね、生きる意欲があればこそ勉強する意欲も出てくる。勉強する意欲が出てくればこそ覚えもする。それをね、この生きる意欲っていうそういう環境じゃないところに、ただ勉強しろ勉強しろって言うんでしょ。これじゃね、みんな子供たち自殺したくなると思うんだな。私だって自殺しちゃう。そして子供が自殺するとなぜ自殺したかわからないって、まあ教育評論家とかなんとかっていうの、心理学者とかっていうのが言ってんだけど、わからないところじゃないわ、そりゃ当たり前じゃないかと私なら言いたいんだ。それでね、そうじゃない、大切なのはね、その生きる意欲をまず起こさせる、そういう教育しなきゃならないとこだ本当は。で、いや私この前に私のなんか本を読むと、私がいかにもその元気のいい和光度に見えるらしいんだね。それであの、清水市の青年の船っていうのは乗ってくれないかってところが、私もう70近くなってね、そんな青年の船でその、教練みたいなことはしたかないもんでお断りしたけど、そしたらその青年団の印刷物を送ってきたんで、でまあ読んでみたら大変面白かったね。その中にその若い、今の若い人たちは真面目だなってことを本当に感じたもん。で私あの女子青年の人がね、あの私もいずれ結婚して子供を産むでしょう、そしたら子供を育てなきゃ、その子供を育てる時に失敗は許されない、そういう意味から言っても今私たちは充実したその、時を送らなきゃならないんだと思いますっていう話ね、書いてあった。確かにこれだけのね、若い人たちそういう真面目な気持ち持っててくれるの嬉しいと思ったんだけど、しかしながら肝心なことがね、今の学校教育でこの学校教育そのものがね間違ってんだから、生存的価値ばっかりを追ってる教育だ。それで本当の生命地盤での価値を掲げてね、そして本当の意味で教育するっていう学校になっていないってことね。これが私そのあれ見ながらつくづくね、かわいそうだなと思った。いや私がね、人生科っていうのを学校に設置して、で人生科教育っていうのをね本当にやりたいっていうのはね、あの結局ね、それぞれ皆さんこれ全ての人の自分の人生っていうのね、これがあって初めてこの社会もあるんです。
日常の生活も私があればこそ私の日常の生活もあるべきだし、それからあれですね、教育もこれ人生っていうものがあって初めて教育の理念も初めてはっきりしてくるんだし、そして学問も経済も社会もこれ全てね、自己の人生を本当に明らかにしないところに、明らかにしないでそういうものをやったらね、みんな話が間違っておかしくなってくるということね。で結局それを私は学校で淡々として教えたい。そして我々が生きるのはね、根本的に言って今のような生存競争のために生きてるんじゃないんだってこと。そうじゃなくって自己の人生、これを大事にして生きるんだっていうことが言いたいわけです。で、この我々が頭働かせんのもだ、その生命として頭働かせなきゃ困る。生存としてただ科学技術を進歩させて武器をですね、その昔はその石の矢尻で戦ってた、それが剣で戦うようになった、この頃はたくさん殺せますってちょっとボタン一つ押すともう何千万人の人、何億の人でもいっぺんに殺せますって、そういうつもりでボタン押されちゃ困るんだ。そこのところね、我々が頭働かせるのも生命という地盤で働かせなきゃダメだって、それ言いたい。で、まあ今日はね、そういう意味で生存と生命、生存、今の人たちは生存的地盤での価値観ばっかりしか持ってない、ところが本当は生命という地盤で価値を考えるべきだっていう話をしたわけですよね。この次、いよいよこのそれでは生命の実物っていうのはどういうのかっていうね、その話をします。今日は